はホビーショッパーの塚本です。今回はですね、スマホのテザリングでライブ配信を2時間した場合何ギガ使うのかっていうのをですね検証してみたいと思います。ではですね、検証する前にですね、僕の環境をですね、ちょっとお伝えしていこうと思います。テザリングする、スマホなんですけど、iPhone14 です。で、ソフトバンクと契約しています。データプランメリハリ無制限ってやつです。無制限なんですけど、テザリングは30ギガまでしか使えないというようなプランになっております。2個目、OBS を使って、YouTube のライブ配信を行います。そして環境3、Bluetooth はオフにします。Wi-Fi 接続でテザリングを行います。で、家の Wi-Fi は、消します。未接続ですね。もう本当にこの携帯だけで、テザリングをしているっていう状態になりますね。どれぐらいギガ数使ったのかがわかるかなと思います。だから外でやってるのと一緒な状態になると思います。間違ってたらごめんなさい。次、どの時間帯で、ライブ配信をしたのかっていうと、平日の10時から12時までのライブ配信をしました。はい。まあ、日を見ていただいて分かると思いますが、これやった後なんですね。で、次に、ここは兵庫県です。僕はこういう環境でやってます。なんで、それで何ギガ減りましたっていうだけですね、お伝えしたいと思います。環境によって変わるかもしれませんけど、その辺はご了承ください。ではですね、このパソコンをですね、テザリングにつなげていこうかなと思います。はい。ということでですね、今の Wi-Fi はですね、未設定になっています。で、Bluetooth はオフです。で、インターネット共有はですね、オンにしています。とりあえずインターネットにですね、つなげたいと思います。はい。では、僕の名前出てきたので、ここをクリックして接続していきます。はい。じゃあ、接続完了でございます。で、今のですね、今現在のですね、データ通信量は、25.63GB 残っているという状態になっております。はい。では、ライブ配信につなげていきます。はい。では、今、9時56分です。配信を開始したいと思います。2675とか2620とか、その辺で、通信してんのかなっていう状態です。はい。じゃあ、ライブ配信開始をクリックします。じゃあ、現在ですね、2600、2700ぐらいで推移しているので、この状態でいけば、まあ、問題ないのかなと思います。ですね、フォトショップがですね、アップデートが行われました。はい。今後ともよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。ありがとうございました。さよなら。では、11時57分、ちょうど2時間ぐらい経ちまして、ライブ配信も無事に終わりましたので、これでライブ配信を終了したいと思います。OBS もですね、もうこれで配信の方は、終了したいと思います。はい。じゃあ、テザリングもですね、ついたままになっていますので、テザリングもですね、消したいと思います。はい。で、これでですね、今、テザリングを使ってない状態になりましたので、初めてですね、2時間ぐらい経ったと思いますので、どれぐらい使ったのかっていうのをですね、見てみたいと思います。はい。24.3GB ということが出てきました。はい。ということでですね、まとめさせていただくと、僕の環境で、iPhone14 でソフトバンクの、データプランメリハリ無制限というプランで 30GB しか使えないってやつです。で、OBS でですね、YouTube のライブ配信を2時間行いました。で、時間帯は、平日の10時から12時、兵庫県からっていう形で、僕の環境で、初めはですね、25.63GB、残っておりましたけど、今、2時間ライブ配信しましたら、24.33GB になりました。ということで、2時間で 1.3GB、僕の環境ではそれぐらい減りましたよってことが分かりました。ちなみになんですけど、カフェとかで、テザリングでつなげて、まあ、3時間つなげっぱなしで、調べたい時だけなんか調べるっていうような使い方やったら、3時間で 0.25GB しか減りませんでした。なんで2時間で、2時間で計算すると 0.16GB しか使わなかったっていうことがわかりました。なんで、まあ、ライブ配信は結構ですね、ギガ数使うのでですね、結構配信者の方は気をつけていただければいいかなと思います。はい、っていう感じでですね、皆さんの参考になればよかったなと思います。今回の動画は終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。さよなら。